さあ出発せんぞ。アルバットにお集まりの皆様方、長らくお待たせした。ただいまをもってホクシーパレードの開始準備が整ったことをお知らせする。だが、その前に一つ伝えなければならないことがある。すでに一部で噂になっていることじゃが、昨夜ベガスフィルム代表取締役のギャスパー・ディロン氏が急逝された。ああ、もろもろの事情についてはいずれ当局の発表があることと思う。そんな時に映画祭など不謹慎だなどの意見ももちろんあることじゃろう。だが死もまた映画祭の成功を願う映画人の一人じゃった。その意思を汲むことを我々が選んだ意味、ご理解いただけると信じている。どうもどうもありがとう。昨今のカルバードの好景気は映画産業をも大きく成長させてくれた。だがそれが終わった時、かつてあった分断がまた起こるのではという声もある。じゃが諸君も知っている通り、映画の前に人種や民族、国境の垣根はない。誰もが等しく観客として最高の物語と体験を、死の無念を受け止め、我々業界人もさらなる飛躍のきっかけとする覚悟じゃ。さあ、
いよいよ時間じゃ。せめて今だけは浮世の憂さを忘れ、女神すら霞む百花繚乱に酔いしれよ。このサルバットという黄金鏡に舞い降りたとびっきりのフォクシーたちと共に。さあ皆さんご一緒に、一生忘れられない時を始めるわよ。いっくよ、レッツフォクシーパレード。あれから10年、接ぎ木した枝がどんな花を結んだか、庭の仕上がり存分に見せてもらおうじゃねえか。難儀な人やね、下方同士のお年子。うちもな、親戚として見守らせてもらおうかな。それでは授賞式の前にこの場で作品賞と俳優部門を発表します。サルバッド映画祭初代グランプリはベガスフィルムサルバトーレ・ゴッチ監督作品ゴールデンブラッド。面白かったぞ。そして栄えある初代レオンドールに輝いたのはクーロン映像レスリー・ラム監督作品狼たちの鎮魂歌。うぬぬ、次は負けんからな。どうかお手柔らかに。いいぞゴッチ。続きましては俳優部門の発表です。優秀男優賞は狼たちの鎮魂歌主演ラファル・アズナブール。最優秀男優賞はパーフェクトドライバー2主演アルベルト・グレンジャー。優秀女優賞はゴールデンブラッド主演ジュディス・ランサー。ジュディス・ランサー。そして最優秀女優賞は
狼たちの鎮魂歌、主演ニナ・フェンリー。やったわね、ニナ。とうとう上回られちゃったか、ジュディス先輩。作品にも助けられました、ジュディス先輩。ついにニナ・フェンリーがジュディス・ランスター越えですか。まさに歴史的瞬間ですね。明日の紙面はどこもにぎわいそうだな。それでは呼ばれた方々はどうぞホテル最上階の授賞式会場へ。それ以外の皆さんもこのままさらに熱く盛り上げてほしい。ああ、ここからがむしろ本番じゃ。フォクシーパレード第2幕、新たなフォクシーにフォックスも出番じゃ。おお、何があったんだ。どうしたの、ソフィーノさん。ひょっとして疲れちゃったかい。だったら僕が代わりに。姉の代わり、お前はそれで満足できるのか。本当はもっと輝けるはずだろう。今までの分を恩返しする意味でもな。ならば輝くがいい。すべてを巻き込む黄金の太陽として。輝く、お姉よりもお姉のためにも、もっともっと輝かなきゃ。なんだ、はあ、輝きましょう、みんなで。あなたたち。スクリーンの中に飛び込んだみたいだぜ。おい、大丈夫かよ。うるせえ、邪魔すんな。なんだこの騒ぎは。くそ、仕方ない、一刻も早く鎮圧を。お前ら。せっかくのパーティーを邪魔するとか、冗談きついですよ。ケーブさんも一緒に楽しみましょう。こいつはシャヒール。あの仮面は。おい、見ろ。わしのフォクシーパレードが。予想していた最悪になりつつあるようだね。ナージェ、
ハルワタート号に連絡を。地上の支援に向かわせたまえ。はっ、かしこまり。無駄じゃないかな。あっちにも仕込んでおいたし。君たちがアルマータ、ギャスパー社長殺害の実行犯か。なるほど。皆を暴走させたのはその装置かい。ご明察。クレイユやコートの件も知ってるのかな。それじゃあ一緒に盛り上げようか。同じスポンサー同士として存分にね。ああ、これで役者は揃った。幕引きまで付き合ってもらうぞ、シェリド・アスバール皇太子。殿下、ナーシェ殿。ダメです、応答ありません。このままではオアシス湖に着水させるぞ。元凶はこの中だな。多分アルマータに持ち込まれてこの事態を引き起こしているんだろう。はい、間違いありません。あの地下水路で見た4つ目が。そしてどうやら無差別というわけでもなさそうです。おそらく操られている方々は何らかの因子があるのでしょう。あの観光客たちと同じ。じゃあこいつも動力C社の仕業ってわけか。待ってください。それじゃあシャヒーナは。妹さんの方は間違いなくあの仮面だろうね。元凶による干渉を踊りで増幅してみんなを狂乱に巻き込んでるんだと思う。多分どこかのタイミングで黒幕に渡されたんじゃないかな。いや、多分昨日の夜だね。やっぱり付き添えばよかった。そんな。いずれにしてもこの状況、1年半前と似すぎていますね。ああ、あの事件を何らかの方法で無理やり再現したのかもしれねえ。あの事件、ひょっとして何かご存知なんですか？サオから聞いた。クロスベル祭事変とやらで舞姫が操られたっつうあれか。クラウゼル、確かその時お前さんも現地にいたはずだな。何か打開できそうなヒントはねえか？そこまで把握されてるとは思わなかったけど、あの時は本当にいろいろな人が力を合わせて乗り越えたけど、舞姫についてはやっぱりもう一人の舞姫が決め手かな。闇に落ちた不死鳥を引っ張り上げて再び一緒に空へと舞い上げただそうだが、どうするお姉ちゃん。やらせてください。シャヒーナを取り戻せる可能性が少しでもあるなら。二度とお姉を苦労させない。
サーラ様、こちらの予備のザイファをお使いください。フォローに指示したジャミングが多少助けになるかもしれません。きっと届くはずです。サーラさんの踊りならシャヒーナさんに。俺たちは元凶を叩く。妖精ともどもバックアップは頼んだぞ。あなたの今の踊りは私たちが受け継いで大切にしてきたものじゃないわ。思い出させてみせる、あなたのたった一人のお姉ちゃんとして。いいよ、だったら私はお姉すら飲み込んでもっともっと最高に輝いてみせる。ゲネシスを返した同調率 70% を超えました。今です、バンさん。開きました。入んぞ。あぶねえあぶねえ。たく、力技にも程があるんだろう。ま、今更ってな。これってお前たち大丈夫なのか。ああ、これから元凶を叩きに行く。お前らはパレードカーの方を、首都の CID とギルドへの連絡もな。分かった。うん、もう人使いが荒いんだから。でも任せてちょうだい。頭が混乱しっぱなしですけど、ちゃんと記録しておきます。気が利いたショーじゃねえか。1年半前の再現、仮面も工房のリサイクル品ってとこか。皇帝とやらを利用された異種返しもありそうだぜ。こないに楽しい見せ物、蛇に取り込まれた時みたいやね。懐かしいな。あの子は今頃何しとるんやろか。
生き返るぜ。エレベーターはここまで。上に向かう方法はあるのか。中央なら正解だと利用できないでしょうか。戦闘終了。データを処理するわ。調整するそこは属性専用スロットよ。メンテナンスモードに移行しました。属性専用スロットにアクセスしました。お姉さんがサポートするわ。怪我はないな。
に参りましょう。話しなさいよ。だからいい加減に。って、あんたたち。プレイじゃないから。いいから早く助けなさい。うるさいわね。このまま無力化するわよ。終わりだ。上等だ。ドライブ開始よ。負けません。一斉に行きます。させるかよ。負けないんだから。傷つけないように気絶させるのも難しいわね。っていうか遅いじゃない。何のこと。今度はこっちが要求する番よ。階段はロックがかかってる。開けられるのはこのカードだけ。上に向かいたければ私に手を貸してもらうわ。回答。それに本命はこれからよ。連中に乗っ取られた映画祭を、捕まってるみんなを何としても奪い返す。でも一人じゃちょっとだけ難しそうだから、あんたたちに手伝わせてあげるってだけ。文句ある？猫の手言うな。まあいいわ。とにかく共同戦線成立ってわけね。それじゃあ改めて目指すわよ。ホテル最上階、授賞式会場をね。
まあんたとどういう関係かはともかく、逃げ遅れた連中も一応気をつけておくか。はっはっ、おお、よろしく頼んだわよ。これは間違いなさそうですか。まあ、こちらのターンです。もらった。行くぜ。財波駆動ブーストが有効だぜ。撤退を確保したぜ。お願いします。ちょっ、逃がせないわ。見とれたかよ。ターナーさん、お見事です。お、宝箱だな。メンテナンスモードに移行したぜ。属性専用スロットだ。
ちょっと、明日からジロジロ見ないでくれる？そこは見せてんのよ、じゃねえのかよ。約束だろ。どんなお約束よ。財閥駆動。そうだよ。この機は逃しません。任せたわ。そこです。チャンスよ。お願いします。ワイルドスナークシーン。任せたわ。ここです。あ、ざっとこんなもんってな。悪くなかったわ、アーロン。距離を取って戦いなさい。なさそうな宝箱です。ブーストチャンス、決めろ。任せたわ。終わりだ。負けないんだから。フィーバータイムだ。ブーストが利用。財閥駆動。チャンスです。動けるじゃねえか、おっさん。ここに20階へのエレベーターがあるわ。生き返るぜ。
しました。チャートスキルが更新されました。お姉さんがサポートするわ。属性専用スロットね。スキルが変更されたわ。メンテナンスモードに移行したぜ。新しいシャードスキルだな。まあ待ったな。こいつはとっておきだ。頑張りますね。私の自信作です。